皆さんこんにちは。庭木の花を切り花としてお家の中で楽しむという機会もあるかと思いますが、その際に切り花を取り出す作業と同時に剪定も済ませてしまうと管理の手間が省けます。例としてヒメウツギとコデマリを取り上げます。これに切り替えるとかね、これに切り替えて、この古い方の枝は切り花に使っちゃうっていうのはどうでしょうかね。立派ですね。このままはいけられないね。どう取るかね。こう取るかね。いいじゃないですかね。それでこの残ったやつは、この葉っぱの脇からまた新しい枝が出て、その先に花がつくということですね。この辺は取っておきましょうかね。藤がなんかいい香りしますね。ちょっと欲張って咲かせすぎたんですよね。つぼみのうちに落っこっちゃいますね。あんまり花つけすぎるとこんなに散らかっちゃうの。ああでも見事ですね。藤のいい香りがします。白い花といえばですね、このコデマリももう終わりですんでね、これ先日切った後ですね。このように新しい枝を残してここに花をつけさせようという魂胆ですね。この辺ももうちょっと古い枝になってきてますので、この辺の新しいのに切り戻しちゃおうかと思います。ちょっと低くしたいしね。この辺ぐらいでいいんじゃないですかね。これももう思い切っていきましょうか。これちょっと前回こうしましたけど、このぐらいにしときましょうか。これとかこれね、ここまで切り戻しときましょうか。よいしょ。ちょっと伸びすぎなんですよね。風情とはいえ、これもねどんどん大きくなっちゃうからね、もう切り戻したいですね。比較的新しい枝ですね。これもなるべく小さくしたいな。こんくらいいっちゃおうな。この辺に新しいのがあるんでね、これとこれを残して、これここで切りますか。ここでいくね。これも長いな。これはここ、こっちも長いな。ここでいいか。これも古いね。
らしいからここまで行っちゃおうか。左側のような灰色がかった古い枝には花つきが悪くなってきますので、右のようなオレンジ色をした新しい枝に更新していきます。ちょっと長いけど途中にないからね、まあ少し大きいのあってもいいですかね。また来年切り花にしたりして、その時に思い切り切っちゃえばね。こっちは雪柳ですね。もう少し小さくしとくか。さすがにこれは散らかって生け花にならないですね。妻が仏壇の脇と玄関に飾ってくれました。ご視聴ありがとうございました。Thank you.